延暦寺、延暦寺、縁暦役寺、聖寺、寺は、滋賀県を移し坂本本町にあり、標高848メートルの比叡山全域を、境内とする寺院。比叡山、または、栄山と呼ばれることが多い。平安系、京都の北にあったので、なんとの幸福寺と体に、北霊とも称された。平安時代初期の僧、最長、767年から822年。 により開かれた日本天台宗の本山寺院である。住職、漢字は、天台雑と呼ばれ、末寺を統括する。1994年には、古都京都の文化財の一部として、1200年の歴史と伝統が、世界に高い評価を受け、ユネスコ世界文化遺産にも登録された。寺門は、天台葬儀区林邦、最長の改装以来、高野山混合邦寺と並んで、 平安仏教の中心であった。天台北家の教えのほか、密教、禅士官、念仏も行われ仏教の総合大学の様相を停止平安時代には皇室や貴族の尊数を得て大きな力を持った。特に密教による家事義党は、平安貴族の支持を集め、新言宗の当時の密教、唐密に対して、延暦寺の密教は大密と呼ばれ、派を競った。 遠略寺とは単独の道儀の名称ではなく、比叡山の山城から登録にかけて位置する東東、東道、斎東、与川などの区域、これらを総称して、三島十六国と称するに所在する百五十ほどの同東の総称である。日本仏教の石構成出版社によれば、比叡山の寺社は、最盛期は三千を超える寺社で構成されていたと記されている。 延暦七年、七百八十八年に、最長が薬師如来を本尊とする一条士官員という草案を立てたのが始まりである。改装時の年号を取った延暦寺という事業が許されるのは、最長没後の公認十四年、八百二十三年のことであった。延暦寺は、数々の瞑想を排出し、日本天台宗の基礎を築いた延人、延鎮、 有数念仏宗の開祖領人、浄土宗の開祖法年、浄土真宗の開祖神乱、臨済宗の開祖、栄才、相当宗の開祖道元、日蓮宗の開祖日蓮など、新仏教の開祖や、日本仏教史上著名な僧の多くが若い日に、比叡山で修行していることから、日本仏教の母山とも称されている。比叡さんは、文学作品にも数多く登場する。 1994年にユネスコの世界遺産に古都京都の文化財として登録されている。また、12年老産業、千日海宝業などの厳しい修行が現代まで続けられており、日本仏教の代表的な聖地である。なお、長野県境に近い岐阜県中津川市三坂に、最長が817年に設けた交際院があったと思われるところを事業とした。 飛び地境内がある。比叡山は、古事記にもその名が見える山で、古代から山岳信仰の山であったと思われ、登録の坂本にある、日吉大社には、比叡山の地主神である、大山杭神が祀られている。最長は俗名を三つの帯と広野と言い,い、天平神後2年、766年、大見国志賀郡、志賀県を移市に生まれた。 少年は七百六十七年説もある。十五歳の法棄十一年、七百八十年、大見国分寺の僧、行表のもとで得度、出家し、最長と名乗る。青年最長は、思うところあって、奈良の大寺院での安定した地位を求めず、七百八十五年、郷里に近い比叡山に衝動を建て、修行と、経典研究に明け暮れた。二十歳の延暦四年、八十五年、 奈良の東大寺で受会、正式の僧となるための戒律を授けられることし、正式の僧となった。最長は、数ある経典の中でも、ホッ行の教えを最高のものと考え、中国の天台大師、地議の著述になる、ホッ三体部、ホッ原理、ホッ文句、魔化士官を研究した。延暦七年、七百八十八年、最長は、三輪山より、 大物主神の文霊を、比叡山に勘定して、大比叡とし、従来の祭人、大山く神を、小比叡とした。そして、現在の根本中堂の位置に、薬師堂、文殊堂、教蔵からなる、小規模な寺院を建立し、一条市会員と名付けた。この寺は、比叡山寺とも呼ばれ、年号を取った、延暦寺という寺号が許されるのは、最長の没後、公認十四年。 八百二十三年のことであった。次の官務天皇は最長に帰えし、天皇やその側近である和家氏の援助を受けて、比叡山寺は京都の鬼門、北東を守る国家神護の道場として次第に栄えるようになった。延暦十一年、八百二年、最長は、弦学生、弦学士を、短期留学生として、党に渡航することが認められ、延暦十三年、 804年、検討支線で、塔に渡った。最長は、霊地、天台山に赴き、天台大師、地位直系の道図予尚から、天台教学と、大乗菩薩会、行満座数から、天台教学を学んだ。また、越州、商工の達夫記事では、巡行あジャリより、密教、宿年、釈年、禅寺より禅を学んだ。延暦年、年、 帰国した最長は、天台宗を開いた。このように、北家行を中心に、天台教学、戒律、密教、禅の四つの思想を共に学び、日本に伝えた四周総称ことが、最長の学問の特色で、遠略寺は、総合大学としての性格を持っていた。後に、遠略寺から浄土教や、禅宗の宗祖を排出した源がここにあると言える。 延暦25年、8百6年、日本天台宗の改装が正式に許可されるが、仏教者としての最長が生涯かけて果たせなかった。念願は、比叡山に、大乗会段を設立することであった。大乗会段を設立するとは、すなわち、奈良の旧仏教から完全に独立して、延暦寺において、独自に僧を養成することができるようにしようということである。 最長の徳天台の思想は、一向大乗すなわち、すべてのものが膨殺であり、成仏、悟りを開くすることができるというもので、奈良の旧仏教の思想とは相入れなかった。当時の日本では、僧の地位は国家資格であり、国家公認の僧となるための儀式を行う、会談は日本に三箇所、奈良、東大寺、畜氏、関世音寺、下付、薬師寺しか存在しなかったため、 天台宗が独自に僧の要請をすることはできなかったのである。最長は自らの仏教理念を示した参加学正式、三下学使用式の中で、比叡山で得度、出家した者は十二年間山を降りずに老山修行に専念させ、修行の終わった者はその適性に応じて、比叡山で行進の指導に当たらせ、あるいは日本各地で、 仏教会のリーダーとして活動させたいと主張した。だが、最長の主張は、奈良の旧仏教、南都から非常に激しい反発を受けた。南都からの反発に対し、最長は、見解論により反論し、各地で活動しながら大乗会談設立を訴え続けた。大乗会談の設立は、822年、最長の死後7日目にして、ようやく許可され、 このことが重要なきっかけとなって、後に、延暦寺は、日本仏教の中心的地位につくこととなる。823年、比叡山寺は、延暦寺の直学を授かった。延暦寺は徐々に、仏教教学における権威となり、南都に対するものとして、北霊と呼ばれることとなった。なお、最長の死後、吉信が、最初の天台座になった。 大乗会断絶立後の比叡さんは、日本仏教史に残る、数々の瞑想を輩出した。円人、自覚大師、794から864と、円賃、智匠大師、814から891は、どちらも等に留学して、多くの仏典を持ち帰り、比叡さんの密教の発展に尽くした。また、園長は斎藤を、円仁は横側を開き、10世紀頃、 現在見られる延暦寺の姿が出来上がった。なお、比叡山の僧は後に延仁派と延鎮派に分かれて、激しく対立するようになった。省略四年、993年、延鎮派の僧約千名は山を降りて、御城寺、三井寺に立てこもった。以後、三門、延仁派、延暦寺と、寺門、延鎮派、御城寺は、対立、交想を繰り返し、 こうして構想に参加し、武装化した奉仕の中から自然と僧兵が現れてきた。平安から鎌倉時代にかけて、延暦寺からは瞑想を輩出した。縁人、延鎮の後には、元三大師の別名で知られる、両元、樹慶大師は、延暦寺中高の祖として知られ、火災で消失した道東伽藍の再建、寺内の起立維持、学業の発展に尽くした。また、 王女幼衆を表し、浄土教の基礎を築いた、絵心相図原神や、有数念仏宗の快祖、両人も現れた。平安末期から鎌倉時代にかけては、いわゆる鎌倉神仏教の祖師たちが、比叡山を母体として、独自の教えを開いていった。比叡山で修行した著名な僧としては、以下の人物が挙げられる。延暦寺の武力は年を追うごとに強まり、 強大な権力で陰性を行った白川法王ですら、鴨川の水、すごろくの際、山帽子、ぜぞわが心にかなわぬものと言っている。山は、当時、一般的には、比叡山のことであり、山帽子とは、延暦寺の僧兵のことである。つまり、強大な権力をもってしても制御できないものと、例えられたのである。延暦寺は、 自らの意に沿わぬことが起こると、僧兵たちが見越し、当時は、神仏懇行であり、神と仏は同一であったを報じて豪祖するという、手段で、時の権力者に対し自らの主張を通していた。また、祇園社、現在の八坂神社は当初は、幸福寺の廃下であったが、十世紀末の構想により、延暦寺がその末寺とした。同時期、北野社も、延暦寺の廃下に入っていた。 1070年には、基本社は、鴨川の西岸の広大の地域を、境内として認められ、朝廷権力からの、不入権を承認された。このように、延暦寺はその権威に伴う武力があり、また、物資の流通を握ることによる財力も持っており、時の権力者を無視できる一種の独立国のような、状態、近年はその状態を、自社勢力と呼ぶであった。 遠暦寺の僧兵の力は、奈良幸福寺と並び称せられ、なんと北霊と恐れられた。遠暦寺の勢力は貴族にとって変わる力をつけた仏家政権をも脅かした。従来、後白河法皇による兵士政権打倒の企てと考えられていた、獅子方にの陰謀の一員として、後白河法皇が仏鉢を危惧して渋る平の清盛に遠暦寺攻撃を命じたために、 清盛がこれを回避するために命令に加担した、陰謹心を捉えたとする説、下、向井達彦、川内昌介説が唱えられ、研究二年、1191年には、延暦寺の大衆が、鎌倉幕府創業の行進、佐々木貞綱の処罰を朝廷及び源の頼朝に要求し、最終的に頼朝がこれに屈服して貞綱が廃るされるという事件が起きている、研究二年の豪祖、 初めて延暦寺を制圧しようとした権力者は、室町幕府六大将軍の足利義則である。義則は、将軍就任前は、義縁と名乗り、天台座として、比叡山川の長であったが、原則、将軍就任後は、比叡山と対立した。永響七年、1435年、度重なる永山制圧の機会に、ことごとく和議を、諸大名から進められ、 制圧に失敗していた足利義則は暴略により延暦寺の有力僧を誘い出し斬首した。これに反発した延暦寺の僧侶たちは根本中堂に立てこもり、義則を激しく非難した。しかし、義則の姿勢は変わらず、絶望した僧侶たちは2月、根本中堂に火を放って昇進実殺した。当時の有力者の日記には山和僧持ち院炎上。 万歳児号日記などと記載されており、根本中道の他にもいくつかの寺院が全焼あるいは、反焼したと思われる。また、本尊薬師三体焼き量、大乗院日記目録の記述の通り、この時に、園賃以来の本尊もほぼ全てが消失している。同年8月、吉則は消失した根本中道の再建を命じ、諸国に単線を課して、数年のうちに竣工した。 また、法徳2年、1450年5月16日に、わずかに焼け残った本尊の一部から本尊を復元し、根元中道に配置している。なお、吉則は、延暦寺の制圧に成功したが、吉則が後に殺されると、延暦寺は再び武装失踪を軍病に仕立て、数千人の総兵軍に強大化させ、独立国状態に戻った。戦国時代に入っても、 炎烈寺は独立国状態を維持していたが、明王八年、1499年、官僚、細川正元が、対立する前将軍、足利義種の入京と交往しようとした炎烈寺を攻めたため、再び根本中道は開陣に返した。また、戦国末期に、織田信長が、京都周辺を制圧し、朝倉義景、浅井長政らと対立すると、炎烈寺は、 朝倉、浅井連合軍をかくまうなど、反信長の行動を起こした。元気2年、1571年、延暦寺の僧兵4000人が強大な武力と権力を持つ僧による仏教政治腐敗で戦国統一の障害になると見た信長は、延暦寺に武装解除するよう再三通達をし、これを断固拒否されたのを受けて9月12日、延暦寺を取り囲み焼き討ちした。 これにより延暦寺の同等はことごとく炎上し、多くの僧兵や僧侶が殺害された。この事件については、慶から、比叡さんの炎上の光景がよく見えたこともあり、山品時継など、く下や、商人の日記や、イエズスカイの報告などにはっきりと記されている。ただし、山品時継の日記によれば、この前年の10月15日に、浅井軍と見られる兵が、 遠暦寺斎藤に放火したとあり、遠暦寺は、織田、浅井双方の圧迫を受けて身体極まっていたとも、言われている。この時の戦いの様子は、比叡山焼き打ちも参照。信長の死後、豊臣秀吉や徳川家康らによって、各僧帽は再建された。根本中道は三大将軍、徳川家光が再建している。家康の死後、 天海僧場により江戸の鬼門神保の目的で、上野に東英山関永寺が混流されると、天台宗の宗務の実験は、江戸に移った。現在は、比叡山に戻っている。しかし、1956年、昭和31年10月11日午前3時30分に、重要文化財だった大行道から出火、同じく重要文化財であった金台に類承し、 これら二棟が全焼した。1987年、昭和62年8月3日、8月4日、両日、比叡山マ改装1200年を記念して、天台座す、山田英太の呼びかけで世界の宗教指導者が、比叡山に集い、比叡山宗教サミットが開催された。その後も毎年8月、これを記念して、比叡山で、世界宗教者平和の祈りが行われている。 1994年、平成6年、延暦寺は、古都京都の文化財の一環として、ユネスコの世界遺産に登録されている。延暦寺が運営する霊園に隣接した残土処分場に、2004年以降に、京都市内の建設会社の西日本開発が、建設残土を大量に搬入するようになり、総量は、大津市土砂条例で定められた9900。 平方メートルを遥かに超えるようになった。大津市は2012年10月に当該の業者に中止命令を出すとともに、条例違反でこの業者を滋賀県警に告発したが、直後に処分地の所有者が変更され、不法投棄は継続された。土砂の崩落も相次ぐようになって負傷者も出るようになり、参拝者が危険にさらされるリスクが高まったことなどから、延暦時と地域住民らが、 滋賀県公外審査会に公外紛争処理法に基づく公外調停を申し立てることになった。この不法投機問題で滋賀県警は法人としての西日本開発とその男性社長を大津市土砂条例違反容疑で書類送検した。2014年7月7日に大津市が行政大執行などで土砂崩落防止工事を実施することや周辺の河川や 水路の水質検査を2017年度まで実施することなどで調停が成立した。2006年4月21日、延暦寺にて指定暴力団山口組の歴代組長の法要を実施した。この件については事前に滋賀県警察から組織の権力孤児と公伝名目の資金集めに利用されるとして法要の中止要請がなされていたが、延暦寺側は これは単なる宗教の行事として、要請を拒絶し、その後、延逆寺内阿弥陀堂において、法要式典の中では、最高級とされる特別永代栄光に、最高幹部ら100名近い組員が参加し、取り行われた。同時を含め全国にある約7万5千の寺が、所属する財団法人全日本仏教会は、約30年前の1976年、 全日本仏教都会議において、暴力団排除の決議を行っており、また2006年3月13日には全日本仏教会理事長である安原明が、組織暴力団の義理かけ法要への協力を止めよう、との声明を発表した直後であった。法要後、全日本仏教会は、これらの決議及び声明を無視した遠略寺川に対して、遺憾の意を表明した。 後日法要が終わった後、この式典について、延暦寺法務部は、報道陣に対し、次からは、暴力団の法要は、拒否したいとのコメントを述べた。その後、同時は5月18日に、大津市内で、人山協議会を開き、代表役員の執行と、6人の執行局役員、全員が責任を取って、総辞職した。その中で、同時は、 寺院関係者及び全日本仏教会への謝罪を表明しており、ホームページにお詫びを掲載、週内の約3000字にお詫び状を郵送している。その後同時は、歴代組長の家族ら少人数での位牌参拝を認めていたが、各自治体で暴力団排除条例が、 相次いで制定されるなど、暴力団排除への社会的機運が高まってきたことなどから、2011年に、同時は山口組に対し、参拝を止めるよう伝達し、山口組もこれを了承した。2016年4月、遠逆次会館副館長の男性僧侶が20代の修行僧ら3人に暴力を振るい、うち1人に左耳の鼓膜を破るなどの重傷を負わせた。 男性僧侶は動機について修行像の態度にカッとなって頭に血が昇り殴ってしまったとしている。延暦寺は男性僧侶を厳重注意し刑事告発しない方針。厳粛に受け止め伝統の名誉と信頼の回復に努めますとコメントを発表した。比叡さんの修行は厳しい。山内の意味や某の住職になるためには3年間山に。 こもり続けなければならない。三年老山の場合、一年目は、浄土院で、最長病の世話をする侍神、自身の女子を務め、二年目は百日解放行を、そして三年目には、常雪道もしくは北家道のいずれかで九十日間、修行しなければならない。常雪道で行う修行、常雪三昧は、本尊、阿弥陀如来の周囲を歩き続けるもので、 その間念仏を唱えることも許されるが、基本的に禅の一種である。九十日間横になることは許されず、一日数時間手すりに、寄りかかり仮眠を取るというものである。北家堂で行われる行は、常座三昧と言われ、ひたすら座禅を続け、その姿勢のまま仮眠を取る。十二年老山では、高僧業が義務付けられており、高僧業を満行しなければ十二年老山の許可が、おりない。 高想業とは、浄土院の拝殿で高想が得られるまで、毎日1日3000回の個体統治を行うもので、ある。高想とは一種の神秘体験であり、経典には、如来が来臨して、頭を撫でるとか、五色の光が差すのが見えるという記述もあるが、その内容は秘密とされている。7年間、1年に100日から200日、合計1000日間、比叡の山の三内を巡拝する。 開放業。途中、道入りという荒行を行い、これを満行した者は、生身の不動明王、東光万アジャリと呼ばれる。千日間を満行した者は、北礼大行万大アジャリと呼ばれる。第二次世界大戦以降で満行した者は、2017年現在、14人。比叡山の三内は、東東、東道、斎東、与川と呼ばれる三つの区域に分かれている。 これらを総称して、三島と言い,い、さらに細分して、三島十六国に別所と呼称している。このほか、滋賀県側の三陸の坂本地区には、近坊の滋賀院、里坊と呼ばれる、寺院群、比江山とは関係の深い日吉大社などがある。遠略寺発祥の地であり、近道にあたる、根本中道を中心とする区域である。斎藤から北へ4キロほどのところにある。 歌小三年、八百五十年、縁人、自覚大使が混流した資料合員が発祥である。長野県境に近い岐阜県中津川市三坂に、最長が八百十七年に設けた交際院があったと思われるところを事業とした飛び地境内である。九百五十八年、昭和三十三年に混流された最長の遺跡検証費があり、 最長の遺徳を忍ぶ法要が毎年営まれる。建造物、絵画。彫刻。工芸品、書籍転籍、古文書、歴史資料、人山寺院所有文。上記のほか、以下の重要文化財についても、延暦寺が管理団体に指定されており、比叡山国法殿に保管されている。転居、2000年までに指定の国宝。 重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による、2000年以降の指定物件については、個別に客中を付した。なお、境内は、国の史跡に指定され、非営山鳥類繁殖地として、天然記念物に指定されている。また、 1994年12月、古都京都の文化財の一つとして、世界遺産に登録された。1942年7月30日、落雷による火災で以下の建造物1件、工芸品1件が消失した。1956年10月11日、放火により、以下の建造物2件、彫刻3件、いずれも、当時重要文化財が消失した。 東東区域の最寄りのバス停は、延暦寺、バスセンターである。以下の路線が乗り入れ、京都バス及び京阪バスにより運行されている。永山ロープウェイ、比叡山町駅を利用する場合、延暦寺、バスセンター、比叡山町停留所間はバスで約5分。延暦寺、バスセンター停留所と、斎藤区域の最寄りのバス停は、斎藤バス停である。 以下の路線が乗り入れ、京阪バスにより運行されている。斎藤バス停横川区域の最寄りのバス停は、横川バス停である。以下の路線が乗り入れ、京阪バスにより運行されている。横川バス停、最寄り駅である、坂本ケーブルケーブル円略寺駅より、徒歩10分、東東区域まで。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。